ごきげんよう、タッパドです。怪我をして車椅子になってしまいました。よし、回復アイテムを拾って回復しよう。え、なんだこれ。わー、あ、車椅子生活終わった。松葉杖生活になったね。よいしょ、宝石もしっかり取っておいてと。え、なになに。いや、なんか競争が始まったんだけど。怪我人の競争。うわ、隣の車椅子速っ。負けないぜ、もう。松葉杖でも1位取ってみせる。おっしゃ、1位、やったー。もう怪我人レース面白いな。いや、また車椅子。早くこれ直したい。回復アイテム取ってと。あ、ちょっと、食らっちゃったか。よし、これ、なんだ、なに。ああ、これ注射で回復もらえるの？ありがとう。で、さらに、おお、松葉杖がなくなった。どんどん怪我が治っていくってことね。勝ったでしょ？完璧だ、おお、全身の怪我が治りました。これも競争早いんじゃない？イェーイ、いいねいいね。余裕や、でも隣の松葉杖なのに早っ。おお、でも1位。1位だともう簡単にダンスできちゃうね。さあ、みんな、高評価をして、怪我を治す力を分けてくれ。おー、高評価ありがとう。治った治った。どんどん治ってくる感じがいいよね。いや、車椅子生活なんかやだからね。よし、これでもう超回復。もうすべての怪我が治った。怪我治るの早い。筋肉ムキムキになった。めっちゃ速そうなんで、おお、はい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 。走れ走れ。これが筋肉の力。おお、一回転しちゃってるし。でも、始まるときはいつも、車椅子生活か。よいしょ、怪我を治しまくって。最強な、やばいやばい、ああ、壁にぶつかる。やばい、怪我しまくっちゃったけど。これいけるかな。ここで回復。うおー、片足怪我してるけど、頑張ります。いや、完璧に治ってる人が隣にいる。うわー、負けたくない。連打連打。うおー、今回の記録は2位。怪我してない人には負けちゃうよね。今度こそ1位取ってきたい。うーん、何何、今なんか通ったような。え、待って待って、このゲーム、あー、よいしょ、いけたいけた。このゲームもう一回走ったら絶対に止まれないんだよね。いや、だから、あの車はタイミングよく避けていこう。よっしゃ、回復もらってと。あ、回復アイテムめっちゃ落ちる。よいしょ。来ました、筋肉。このゴリラのような肉体。これなら余裕でランキング1位取れるんじゃないか？さあ、競争の始まりだ。おお、早い早い。これがゴリラみたいな筋肉の力。うおー、ちょっと前まで車椅子だったのに、回復しすぎでしょ。うおー、また車。これちょっと待って。怖いな、こんなの光がないで。うわー、怪我くーん。ここでタイミングを決めないと。ここでいけるかな。車取って早く、車取って、オッケー、走れ走れー。よいしょー、いけた。今回は乗り越えたね。てか、なんかいるし。あれは何？回復アイテムもらえるかな？あやあ！殴られた。しかも一撃か。よし、ここで行こう。さあ、車、頼むから来ないで。止まって止まって。いいよいいよ。よいしょ、アイテムを取って。で、泥棒には触っちゃダメだよね。見るからに悪い格好をするからね。ああいうのは避けていこう。でも、怪我人には優しくしてよ。泥棒めっちゃいるし。しっかり避けて、いいよいよ。さあ、これ回復アイテムもらっと、筋肉ムキムキになった。これなら泥棒を倒せそうだけど、まあ一応避けよう。よいしょ、さあ宝石集めて。いや、宝石の使い道とかないんだけどね。とりあえず集めていくよ。そしてダッシュ、今回も余裕で1位。このゲームのコツっていうのが分かってきた。もうこうなったらこのゲームの世界ランキング1位目指していきたいね。さあ、今、車2台通ったような、おやー！いや、もう車椅子生活してるんだから、止まってよー。
これいつタイミング大丈夫？おお、目の前に大丈夫だ。そして、避けてと。よし、今回はタイミングよく行けたね。いや、泥棒多いな。ちょっとでも触ったら終わりだからね。絶対触らないで進んでいこう。いいよ。あ、せい。いいね。いい感じに取れてる。今回も筋肉ムキムキになりたいな。なったなった。よっしゃー。これなら余裕でランキング1取れるね。よいしょー。しっかり宝石も取ってくよ。さあ、競争の始まりだ。走れ走れ、イエーイ。もう余裕だね。3位の怪我人の人がめっちゃ見てるんだけど、こっち。あれ？ムキムキから始まった。どういうことだ、これ。え、ムキムキ状態から始まったんだけど。待って、これ。ムキムキのさらに進化ってあるかな？それ気になるね。おっと、危ない。避けたよ。いや、でも上になんかゲージ出ないから。ムキムキ以上の進化はないのかな？いや、もっと、筋肉ムキムキになりたいけど。わー、なんだ、今の。大丈夫だ。まだ大丈夫。ムキムキ状態を保っていこう。よし、今回でもめっちゃ早そうだな。さあ、宝石もしっかり回収。さあ、競争の始まりだ。走れ、走れ。さあ、全身の筋肉を指に込めて、連打、オッケー。これが筋肉の力。世界中の筋肉、僕に力を分けてくれ。よいしょ、いよいよ。さあ、車椅子から始まったけど、また、完璧に怪我を治して、ムキムキになってきたいね。さあ、泥棒を避けてきよう。泥棒多いな。なんだこの世界。ちゃんと全部捕まえてよ。いや、ムキムキになって全ての泥棒を捕まえていきたいね。いや、でもちょっと待って、これ避けていって、でもしっかり避けていくよ。さあ、注射ください。ありがとう。おいしょー。さあ、いけい。始まりました。連打連打、走れ走れ。逃げろー。よいしょ、1位。いや、もう絶対1位取れるようになってきた。よっしゃ、ちょっとね、今回ね、怪我状態で、競争するとどうなるのかっていうのを見てみたいんで、ちょっとそれやっていこう。よいしょ。怪我した状態でも、もしかしたら連打頑張ればね、1位取れるかもしれない。よいしょよいしょ、じゃあここら辺もね、もう怪我していくよ。でも相手もね、取っていきながら壁を破壊。これが最強の怪我人の力、破壊。はがいはがい。泥棒を焼けよう。泥棒は一発で終わっちゃうからね。さあ、壁を破壊し尽くして。怪我人、大丈夫か？体力ゼロになってないのに、やられた。さあ、今度こそここからね、調整していきながら、ちょっと車椅子状態で、レースに参加してみたいよね。で、アイテムは取らないように。よし、いけるいける。車椅子で、できるよ、これ。車椅子でも1位取ってみせる。うおー、連打連打。さすがに無理か。人間、怪我してない人間は超えられない。うおー、車椅子でも頑張れ。さあ、今回の記録は3位。車椅子状態だったけどよく頑張った。怪我を治しまくるランゲームでした。まあ、この動画を見てるみんなはね、怪我をしないようにしてね。僕も怪我をしないように生きていきたいと思います。それではみんな、じゃあね。